はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、久々にね、あの、11ベッド、17ベッド、顔出しで、あの、ノーマルの方のね、動画に戻る予定だったんですけど、しばらくね、ちょっと使っていなかったからなのが、いつもの撮影用のカメラがですね、絶不調で、なんかノイズとか入っちゃうので、はい、すいません、えー、左下の私ですね、あの、ちょっとかなり前の写真になりますけど、 えー、撮影用カメラの不調により静止画で、えー、本日はお届けしたいなと思いますが、チューリップ賞、えー、天気回復なんですが、金曜時点のクッション値8.5ということで、今週もね、木曜、金曜、午前が雨だったというところで、えー、明日からは晴れるようですし、現時点もすでにね、半身晴れているようなんですが、うん、やはりね、雨の影響でこのクッション値が低く、金曜日の時点の発表が8.5の低さということで、まあ、2週連続こんな感じになっちゃうかっていうところですね。 で、明日一気に回復して高くなる可能性もまあゼロではないんですが、えー、動画時間の短縮のため、クッション値9.4以下を中心とした内容でお届けして、9.5以上は印のみの構成とさせていただきます。そんな感じで行ってみたいと思います。 で、えー、本命からなんですが、ワイドラトゥール。はい。やっぱりこちらにしておきました。もう、週の頭の対策動画、追い切り判定動画とね、気になり続けて紹介し続けてきた馬なので、素直に本命にしようかなという感じですね。えー、このワイドラトゥールの非常にね、あの、大きな魅力が、調教の部分というところで、 新馬戦と前走姉妹11秒台の加速ラップ。ここでね、両方勝ってます。で、2走前がファンタジーステークス、反路52.4秒だったんですが、過去全レース、今んところ3レース、全レースで藤原厩舎の、えー、高成績の調教パターンに該当していると。で、いきなりからね、そういうエンジンのかけ方というか、 もうあの結果を残そう残そうっていう内容で来ているので明らかにまあその先々よりも目先の結果をねあの一個ずつっていうところを狙っているなとそういうふうに思ったんですねその印象が強かったのでその理由ってどこにあるのかなっていうふうに調べたところどうやらねあのワイドラトゥールのお母さんの特徴そこにあるんじゃないかなっていうあの仮説が一つ生まれました。 ワイドラトゥールのお母様、ワイドサファイアの子供なんですけど、これ一頭を除いてですね、若い頃の構想が集中して、 もう2、3歳の時にガッてね、えー、結果を残すと。ただ4歳以上になると成績がガークーッと落ちる傾向にある。そんなね、三句が多いんですね。で、そんなワイドサファイアの子供、えー、これまでにも、ワイドラトゥール以外にもね、管理している藤原旧社なんですが、まあ前例になるね、それらの産句に関しても、若い時に反論の高度計で出走して、うん、その頻度が多くて、で、その中で勝利したりとか、 またはね、デビュー戦からウッドデコハロン63秒台っていうすごくいい時計で勝利するなど、2、3歳の時が全てみたいなね、そう言わんばかりの調教をしているっていう事実。これをベースにして考えると、ワイドラトゥールの過去参戦の調教、そして今回の調教っていうところもですね、そこにリンクしてくるので、頷ける部分なんですよね。ワイドサファイアの子供の、まあ、ためのやり方みたいな、そういう印象を受けました。 こちらの画面は追い切り判定動画の時に使ったそのままの内容なんですけど、えー、馬と調教の部分、厩舎と調教の部分、コースと調教の部分でも相性が良くてね、す、え、べ、ー、て二重丸なんですけど、まあこの時にもね、えー、同じことを書いていました、えー。ワイドサファイアの子供の他の管理場でも同じことをしていたっていうところ。で、藤原厩舎は管理してない馬に関しても、当然ね、あの若い頃に活躍がギュッとね、凝縮されている馬が多いので、 もうワイドラトゥールに関しても、じゃあ,、ね、あの3歳後半とか4歳になってからうんぬんじゃなくって、もう本当にあのデビューから短い1年とか1年半ぐらいのところになんでしょう集中して結果を残していくっていうところを、ね、あの調教であの追い風を吹かそうというか補助しているんじゃないかなと思,い思うんですね。はい そんなワイドラトゥールなんですが、ファンタジーステークス2走前10着でした。で、そこはまあ出遅れが全てだったと思うんですけど、前走の勾配ステークスにしたってね、勝ったとはいえまあスタートが良いとは言えないような感じでした。なのでゲートをどう出るのかっていう部分は大変心配な要素、不安要素にはなっています。 で、え騎、ー、乗1回目の2走前だった時ですね、北村騎手が、えー、スタートが悪くリズムを崩して、えー、負けてしまったと、そのファンタジーステークスです。で、前走は、まあスタートが悪くてもリズムをうまく戻しての騎乗していたので、今回で3連続のね、3回目の騎乗となる北村雄一騎手なので、まああの、ワイドラトゥールとコンビっていうところの慣れ、そこはまあ見込めそうだなと思いますし、うん。 これが何でしょうだからこういうタイプの馬なんで、今回点乗りの騎手だったりしたらちょっとね、不安だったかなと。北村騎手より成績が良いジョッキーだとしても、えー、ジョッキーを変えるよりはそのままの騎手でっていうところが良かったんじゃないかなというふうに僕的には思います。はい。ただですね、あの、最近あの、うちのチャンネルでね、この馬僕買いますとか、予想した馬とかの、まあ、出遅れが多いんでね、うん。 なんで、ずっぽり出遅れるかもしれませんけど、ワイドラトゥールも。なんですけど、まあ、その流れをね、ちょっとこの3月1発目なので、変えてほしいなと。この馬に変えてもらって、まあ、あの、馬券的な流れの悪さも引き戻したいなと思っております。 次に、えー、セキトバイーイストです。こちらもね、えー、対策動画であったりとか、追い切り判定動画でいろいろ触れてきた馬なんですが、えー、前走ワイドラトゥーの2着だったんですよね。同じ勾配ステークスを走っています。で、この馬も、あの、とてもね、調教の面白さっていうところがあって、それをまあ紹介しながら、えー、っていうところでね、進めていこうかなと思うんですけれども、反路追い切りの時は土日の反路も早め。 はい。ウッド追い切りの時は土日の販路遅めっていうはっきりしたパターンで過去5000走ってきたんですよ。なんですけど、今回土曜販路早めでのウッド追い切りっていう形なんですよね。もう混ぜご飯になっているんですけど、このパターンですね、C 級社としても好成績のパターンなんですね。特に阪神ではかなりの好結果。加えてコース特注調教にも該当するので、もう、あの、今週の月曜日の時点から、 すごくあのパターン化されてる状況だけど今回だけうッドいきりにしてくんないかなそしたら買いたいなって言ってたところであのー、このねうッドいきりで来てくれたっていう感じなんですよ。でも本当にねこれまで気持ちいいぐらいの状況パターンなんですよね。うん半路いキの時は土日反路早いうッドいきの時は土日の、えー、反路が遅いっていうなんかねあんまり見たことないですけどねこうやってなんかそのカチカチっていうその土日のルールが。 あの一つに固定はありますけどね、二つをこう使い回してるってすごいなんか興味深いなと思うんですけど、でまあ、今回うっといきだったら買いたいと宣言していたので素直に買うということなんですが、こちらもね、そのスタートが不安なところは正直あるんです。うん なんですけど、まあ、あの、過去のレース見ても、普通に出ればね、ある程度のポジションを取ってくれると思いますし、まあ、枠もね、4枠8番で悪くないですからね。で、過去に戦ったクッション値が8.1から9.7まで幅広い。で、その上で崩れてないですから、大崩れしない馬なので、すごくね、あの、前線マンタイプという、あの、ところで、万能な前線マンタイプっていうところだと思うんですけど、この調教の変化ですね、あとコース特注調教であること、その辺の相性の追い風っていうのが、 ガツンと吹いてくれたら、まあ、前線万っていうのを返上できるぐらいの、えさ、ー、らなる前進っていうところがね、見込めてもおかしくないんじゃないかなと。で、こちらもね、追い切り判定動画の時に使った画像のままなんですが、あの、C 級者ね、土日反応が早め57秒台以下、ウッドい切りで成績良いって書いてあります。えー、なんですけど、あの、ウドい切りじゃなくてもね、C 級者って土日の反応が、あの、57秒台以下で早め、土日としては早めですね。 はい。土日の最速時計ですけど。そういうケースは、あの、明確に成績上がるなっていう結果にはもうなっていますね。うん。あの、旧車開業してから現在まで、そんな長い期間じゃありませんけど、現在までの期間では明確に出ているので、他のレース買う時とかでも、あの、C 旧車の馬に対して評価をなんか、 加えたりですね、えー、マイナスしたりとか、なんかそういうことをするときには土日の販路の時計を見るっていうのが手っ取り早くて効率的で,効,率的で効果的でおすすめです。 で、え、当日朝のね、クッション値9.4以下のケースというところで今のところまで紹介していますが、その3番手スティールブルーにしました。えー、クッション値低めっていうとこを想定すると、死場でプラスになるのはルーラシップ3区かなと。1等だけの該当場ですからね、プラス要素として大きいですし、クッション値高い時より低い時の方がね、全然このコース相性いいですからね。で、スティールブルーに関しては、新馬戦、えー、 とお、2戦目のアルテミスステイクスは、オギのキバムちゃんでですね、えー、1着、3着っていうふうに構想しているわけなんですけど、で、クッション値がその時に9.4と9.2、ここもまあまあまあ,あの、めちゃくちゃ高いっていうことはなかったですね。はい。で、えー、まあ3着のね、時ですね、そのアルテミスステイクスに関しては、カチューマがね、チェルビニア。はい。2着がサフィラ。で、そして4着にライトバックっていう構成なので、まあその中の3着ですから、 うん、もう十分にね、このスティールブルーの馬の実力、能力っていうところは申し分ないと思います。はい。で、前走ね、ルメール騎手に乗り換わって、フェアリーステークスで4着だったんですけど、まあ、ちょっと後方からの競馬になっちゃいましたし、初のクッション値10台の競馬でもあったので、はい、その中でもまあ4着まで走れたっていうのはね、あの、全然問題ないんじゃないかなっていうふうに思っています。 で、まあ、前奏ね、一番人気4着でしたけど、まあ別にあの、当然ね、あの、舐めていたわけじゃないと思いますが、今回はまあ前奏よりもね、あの、尻に火がついた状況であると。 で、川田騎手を起用し、立党滞在して、ウッドの姉妹時計が11.2秒。えー、新馬戦と2戦目が、美穂で姉妹11.3秒っていうタイム。前走11.8なんですね。で、前走と全体タイムがほぼ同じぐらい。まあ、東西違いますけれども、うん、その中で姉妹時計が全然違ってきますので、ここでの結果を求める構えはすごく見えるなと。で、今回は、え、前の土日の販路最速が遅いんですよね。 そこがちょっとした変化で、まあ、ちょっとしたというか結構でかい変化ではあるんですよね。前走に関しても、えー、アルテミスステークスとかはね、54.9秒ありましたからね。今回はも全然そういう時計じゃないと。まあ、立党滞在でも相変わらずいつものね、土日早めっていう状況であれば、えー、もっとね、えー、本命にしたり対抗っていう線もあったんですよ。うん。胸、ま、型、あ、急車のパターンでもありますからね。なんですけど、 割とね、滞在競馬になるとやること変えるっていう厩舎もあったりしますので、あの木村厩舎みたいに絶対にもう場所が変わっても同じことするぜっていう、そういう感じではなかったのかなっていうね、あの宗像厩舎は。はい、思うんですけれども、全然あの、東京のね、姉妹時計とか見たらいいですし、馬の能力、えー、クッション値が低い時のシュボバー的な追い風っていうところを考えると、あの、高評価していいんじゃないかなと思います。 で追い切り判定の、ね、時の話で重要だなって自分的に思うのはやはりあの立冬滞在したことで、えー、コース特注距離に該当したっていう部分ですよね、まあ、その条件は、えー、対策動画の方で、えー、振り返ってみていただければなと思うんですけれども、まあ、その部分がすごく大きなプラスとなってるかなというところはありますねなので,、あのー、なんでしょうこの旧車らしくこの馬らしく土日の販路も早ければもっと良かったかなっていう部分はあるんですよね。 で、今回はね、土日販路じゃなくって、日、先週日曜日にね、ウッドでご販路に65.3秒の時計とか出してるんですけど、やっぱり胸型急車だとそこは販路の方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、うん。その部分だけですかね。少なくとも、うーん、どうかな。関戸ばイーストとは印を逆にしていた可能性が結構高かったと思います。 はい。そんなわけで、チューリップ賞、え、11ベッドプラス5足す1で17ベッドの印のまとめとなりますが、え、まず下半分ですね。クッション値9.4以下。この想定で今話してました。本命、ライド、ワイドラトゥール。え、対抗に赤とばイースト。黒三角にスティールブルーで、控えにタガの LP だといたしました。で、クッション値が9.5以上まで上がった場合なんですけど、ワイドラトゥールはそのまま本命として、まあ、あの、クッション値とやかくじゃなくてね、あの、調教で決めてますからね、ここはね。で、えー、ラバンダ。 はい。ラバンダを対抗に入れたいなというところです。まあ、コース的にはもうあの、反ー時計が早い馬を買い続けなきゃいけないコースなんで、ね、本来なら9.4以下の方でも入れたかったんですけどね。まあ、その辺はちょっと泣きの買い目の方で工夫いたします。はい。で、クッション値が高い場合の控えが湘南マヌエラということでですね。え、11ベッド、17ベッドは今画面に、えー、買い方が書いてあります。17点買いですかね。そうですね。ちょっと、いい配当がね。 ビシッと当たってくれるといいんですけどね。はい。せめて、生まれのボックスぐらいは拾いたいなと思いますけど、今現在、まあまあ、まだね、あの、前日のね、あの、夜のまだ9時台とかに今これ撮ってるので、あれですけど、ワイドル、ワイドラトゥールと関戸マイーストのちょっとオッズが、嘘のように低いんで、むちゃくちゃワクワクはしてます。<laughs> えと思って。 こんな人気ないのっていうのはね、ちょっとガッツポーズですね。馬券買う側からしたらね。まあ明日になったらもうちょい人気すると思うんですけど、このままのオッズだったら、うん、関戸場イーストの単勝も買いたいなって思っちゃうんですけどね。で、えー、泣きの買い目ですね。まあこれクッション値問わずで買う予定です。まあおそらく低いでしょうけど、高くなってもまあ制限。 あの、天井あるだろうなと思いますからね。はい。で、馬ンでワイドラトゥール、セキトバイースト頭で、えー、タガノエルピーダ、ラバンダ。はい。この絡みですかね。この絡ませ方の馬ンは買いたいなと思います。ワイドラトゥールとセキトバイーストの、えー、ウマ馬ンと馬タンっていうのはね、あの、さっきの11ベッド、17ベッドの方に含まれているので、こちらではね、記載はしなかったという感じになります。はい。ちょっとね、3連単をね、手広くということで、 一着バイドラトゥール、二着セキトバイースト、二着タカノエルピーワンダ。はい。自分が調教で気になっている二頭と、このコースと半路時計的に買わなきゃいけない馬二頭ですね。そこの一二着の裏表。うん。ワンツーで決まってしまうと切ないんですけど、外れちゃうんで。 はい、ワンツーで、その1着のところの2等、2着のところの2等のワンツーで決まっちゃうと外れてしまうんですけど、まあちょっと点数を少しでも絞りたいということで、ここの1、2着裏表で買って、3着にその4頭と、ブルーアイドガール、ミラービリス、マジック、スイープ,スイープ、スイー、プフィートですね。あと、スティール、ブルー、ガルサ、ブランカ、エラ等という感じなんですが、まあこれが3連単でも結構点数増えちゃうんですよね。うちのチャンネルではちょっと、多すぎるかなっていうぐらい、64点かな、になってしまうはずなんで、 なので、まあ、この回目はね、ちょっと一応、まあ、100円ずつは買いつつ、なんですけど、あの、泣きの回目もう一個用意しました。 そっち点数ありすぎじゃんっていう人がいたらですね。で、まあ、ちょっと乗っかってみようかな、なんて人がいた場合、こっちの、まあ、三連服。ワイドラトゥールをね、えー、一列目、二列目、セキトバイイースト、タカノエルピータ、三列目にセキトバイースト、タカノエルピーダ、えー、ブルーアイドガール、スイープフィート、湘南マヌエ、マヌエラ、エラとラバンダというね、この構成の三連服。まあ、今のままのオッズだったら、これでもめちゃくちゃつく <laughs>、あのー、配当があったりしますんで、まあ、三連服でも十分かなっていう解明を一つですかね。 まあワイドラトゥールに頑張ってもらわなきゃダメな馬券で、ワイドラトゥールがこけてしまうと、もうあの、赤飛ばイースト頼みになってしまうっていう感じではあるんですが、はい。まあでもいいでしょう。あの、ちょっとね、自分でまあ今週一週間調教を見てきて、いろんなの調べて決めたことなんで、こんだけ興味深い馬、うん、それでもなんか人気なさそうなんで、買わなきゃ損かなと。 後悔するかなっていうところで僕は買います。あと三連投あ三連三連投じゃないわ三連単の一投マルチですね。これもちょっと買いたくってまああのワイドラトゥールの なんでしょうまあ、あの、副賞の拡張版じゃないですけどね。まあ、三連単の一等マルチなんで、そういう見方もできますが。で、相手にセキトバーイースト、高野エルピータラバンダ、ブルー、ワイドガール、スティール、ブルーということで、えー、ワイドラトゥールがま、三着ぐらいまでには入れたという時のためにですね、こういう買い目も入れておきたいなというところですかね。で、まあ、ラバンダあたりが頑張ってくれれば、配当もでかくなるので、三着でもまあまあ良かったかな、みたいな。そういう結果になる、うん。そういう配当になるっていうところを狙ったわけです。まあ、何にしても、 ワイドラトゥールだのみ95%ワイドラトゥールだのみあとはもうセキトバイーストが5%ぐらい担うとそんなような感じの馬券買ってみたいと思いますはいそんな感じでお届けいたしましたぜひねチャンネル登録高評価していただけたら嬉しいです競馬盆調者の竹内がお届けしている竹つべというチャンネルになっておりますはいえー、っと今の段階でまだね単勝ね中立賞300万円ぐらいしくれてませんけど こういうね、僕割と混戦な、もっともっと混戦なオッズになると思ったんで、そうなると川田さんとね、ルメールさんが売れていくのかなと思ったんですけど、しっかりね、ダンノさん一番人気になってるっていうのは意外でしたね。で、ね、ダンノさん3倍、高の l エルピーダで、ルメ、ルメ河田は6.4倍、7.2倍ですからね、倍ですからね。 なんで意外だったなと。もちろん、ワイドラトゥールの人気のなさも意外だし、えー、そのセキトバイソンの人気のなさも意外なので、このままのね、あの、ブックメーカーと同じで今の時点の音で買わせてくれたらすごく <laughs> ありがたいんだけどな、っていうふうに思ってますが、まあ、明日になるともうちょっと人気はね、ねあの、なんでしょう、えー、中和などころの馬の人気がどんどん落ちてくんじゃないかな、っていうね。 で最終的にはもっと川だるメールも売れて、スティールブルー、カサブランカ、5枠売れるんじゃないかなっていうふうには思ったりもしていますけどね。あとまあ、ブルーアイドガールなんか133倍今ついてますけど、全然ある馬だよなぁなんて、はい、思って見ております。で、えっ、ー、とまあ、この動画の一本前にですね、先週から始めた馬にも次節の土曜日版をアップしました。で、 えっと、もう、やよ賞しょうの方のね、予想動画もこの後にはアップしますし、日曜日分の馬にも時節も、馬にも次節をアップしますので、結構立て続けにね、ポン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 とアップされていきますので、まあ、あの、お時間があれば、 ですね。見ていただければなと思いますし、まあ、土曜日分を早めに見ていただいて、土曜日の開催終わった夜とかにね、えー、日曜日分見ていただければいいかなというところですね。あと、今週は、あの、新人機種のデビューに伴ってですね、新人機種の、まあ、簡単なね、ご紹介と、この土日に帰場するまで、えー デビュー集に騎乗する馬の中でもこの馬いいんじゃないかなっていうの、いうものをですね、ご紹介した動画、そちらもね、アップされておりますので、よろしければ見ていただければなと思います。はい。まあ、今週はね、えー、引退される調教師の先生と新人のジョッキーが被るっていうね、まあ、非常にあの、特別でメモリアルな週末になりますので、いろんな感情あると思います。好きな調教師の先生がね、いなくなるっていうケースは、うーん、まあ、なかなかね、その、 結構来ませんか <laughs>、ね、長く競馬見てるとねうん寂しいなーってあーもうこの調教師の馬この厩舎の馬買えないんだって思うとねひいき目とかにもなったりしますけどまあそういういろんな感情とかをねかみしめながら楽しむのが一番いい開催かなと思ってます。それぐらい特別なね、えー、2日間が始まりますので是非ね皆さん競馬楽しんでいただければなと思います。ということで、えー、竹内でした。バイバイ。